力を入れてみてください。いかがですか？前と違うな。頭の中が鮮明になっていくような。ラグナイトが神経に作用し、反射速度が高まっています。ただし長時間の使用は体に強い負担がかかりますから、十分に注意を。やあ、マクシム。聞いたよ。強化体になったそうだね。ああ。受体の実験で死んだ奴は大勢いる。なぜそんなリスクを犯すのかな？すべては陛下の波動のため。陛下の兵士であり、将でありたいからだ。お前もつくづく奇妙な奴だよな。仇であるはずの陛下に伝え、天津さえその恩寵に預かり、四将にまで上り詰めている。その異例の出世に勘ぐる者も多いみたいだけど。私が信じられぬと？ビクトールは未だ信じてない節があるが、俺は違うよ。なぜだと思う？面白いからさ。お前が面白い。この世界には二つの事象しかない。すなわち面白いかそうでないか。陛下の波動は面白いと。そりゃもう楽しくって楽しくって毎日がお祭り騒ぎさ。ではお前は陛下は波動の先に何を見ていると思う？考えたこともないね。なんだと？そんなこと考えたって面白くもなんともないからな。お前は陛下が目指す波動とは何か、そこに立って見える景色に何が映るのか知りたいと思わぬのか？そいつは陛下にだけ見えてりゃいいのさ。陛下についていけば面白い。俺なんぞにはそれだけで十分だが、お前はそうもいかないみたいだな。ま、好きにやりゃいいさ。ここだけの話、四将ってのは陛下のために忠義を尽くしてさえいればいい。それだけでいいんだ。